畑健一郎は、日本の歯科医師、医学者、実業家。名古屋大学医学部助教授や、富士フィルム再生医療研究所長、ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役社長、等を歴任。内閣総理大臣賞受賞。愛知県出身。1991年広島大学歯学部卒業。歯科医師免許取得。1995年名古屋大学大学院医学。 研究科博士家庭修了、博士。同年名古屋大学医学部附属病院歯科高校外科、非常勤委員。1996年名城病院歯科高校外科委員。1997年名古屋、大学大学院医学研究科助手。2000年名古屋大学医学部組織工学寄付講座、助教授。2002年名古屋大学医学部附属病院遺伝子。 再生医療センター助教授2004年森司会飲酒開始同年ジャパンティッシュエンジニアリング入社取締役研究開発部長2006年取締役研究開発部長兼営業部長2009年常務取締役研究開発部長兼薬事部長2010年常務取締役研究開発部長 2013年常務取締役事業開発室長。2014年常務取締役事業開発室長、県製品開発部長。2015年常務取締役事業開発室長、県生産技術部長。2015年取締役常務執行役員、研究開発本部長、県事業開発室長、県生産技術部長。 2016年取締役常務執行役員。2017年富士フィルム再生医療事業部長兼、RD 統括本部再生医療研究所長、セルラーダイナミクス、インターナショナルジャパン取締役、同年ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役、社長執行役員。2018年富士フィルム RD 統括本部、バイオサイエンステクノロジー開発センター副センター長。 2019年富士フィルム RD 統括本部バイオサイエンスエンジニアリング研究所副所長同年ジャパンティッシュエンジニアリング代表取締役会長執行役員組織再生研究や外科矯正手術再生医療産業科に従事し日本初の再生医療製品を上司日本再生医療学会理事等も務めた自家培養軟骨 ジャックの製品化は学二発の再生医療製品の実現マイナスにより、第5回ものづくり日本大正内閣総理大臣賞受賞。2019年再生医療イノベーションフォーラム代表理事会長に就任。ありがとうございます。